最10分は俺じゃないイエローとスコア対決です。長えなタイトルは。向きは全然だから向きはめっちゃいいんだよ。向きだけはすごい。あ、飛んでる、これ飛んでる、入れー武田鉄矢、で、パー4、右直角ドッグレッグ、6万円。ちょっと打ったね。ナイス。打った、めっちゃいい当たりしたね。めっちゃいい。え、パサ？え、でも超えたんじゃない？超えたって。して何？あれ？師匠、デベストしてたよ。嘘でしょ。ガッツリですよ。ここでしょ？ガッツリ班。今ここだった人だって。ガッツリ班だよこれ。だってどこ俺今打ったの？はい、です本当は。ここか？完全にデベってた。アダスに注意したのにな俺。そうだよ。人に注意しといて。アダスにさっきお前デベストしてるよっつったのに自分がしてるっていう。飛びすぎな。上げとるな。これ何歩ぐらい飛んだんだろうこれで。170くらい。木に当たって？うん。あ、まずい。来ろ。パーサー。パーサー待っちゃう。これはやばい。黄色くん。黄色から一打罰。うん。40-50ヤード。50ヤードぐらいでしょ。うん。上手。もうちょっとだったけどね。まあ合格でしょう。9大点75点。うん、右にマウンドあるからフックはすると思う。フックすると思う。山に向かって打てばいい。うん、少しだけ。いい、いいよ。もうちょい進め。ちょっと弱かったね。うん、何点？ん？何点かどうかって。あ、50点。千点。50点。今のボケも50点。50点くれんな。うん、ボケね、優しいでしょ。ありがとう。登りやっぱり結構。結構あるね。打たないと。大丈夫だよね、ライン。うん。しっかりハンデ。いい、うまい、回らない。おっと、計測員。嘘でしょ。計測員。ギリでしょ。もうさ、こんな、いや余裕のアウトだよ。あ、出てる。斜めにさ置かれるとさ。ね。はい。ということでね。あか、編集点作った。俺だかんね編集してんの。切らないかんね。嘘。じゃあ、行きます。はい編集点作るなや。あー、やばいやばいやばい、左巻いた。もう一発でーれー。もう一発だな、これは。入れる。入れたらパー。そう、入れたらパーだよ。だった。なんかさ、俺さっきからさ、左肩かカバーしてんな。言い訳がすごい。なんかさ、終わりになんか言ってや。なんか終わりになんかこんななってない？え、なんでだ、お前言ってくれないの？お前らいつも俺のスイング見てくれてんじゃん。お前らが一番俺のスイング見てくれてんじゃん。言葉を失っちゃったの。ボロボロです。落ち着いこう。一呼吸置いて。うん、上手。おお、はい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 。わあ。緩んだ。オッケー。
嫌われてる全てにおいて。なんかもう師匠を応援企画にしても、応援企画、イエローを倒すために頑張ってますみたいな。いやな、出るとしてないか。おいギリ、デベストしないところからスタートしてるから、あのゴルフ始めたっての人、初めてゴルフやりました企画で。ちょっとマジで痛い、マジで左肩痛いわ。いやでも師匠のこのアライメントの素晴らしさが、アライメントだけは完璧、素晴らしいよ、ね、アライメントは一流。アライメントって何、いいか、早く打って、ムキムキとアライメントは完璧。帰ってくればいいのに。これはね、ダメだわ。これは OB だ。いい当たりしょ、これは。ちょっと全身ローカルルールで、うん、あった生きてた、生きてた、生きてろ、生きてろってなあに、そっとんって。あ、やべ。まあでもしょうがない、ラフでクルンチョしちゃった。オッケー。ちょっとなんだ、うまそうな雰囲気出してるから、マジでね。なんか本当申し訳ないっす。お、およ強いよな、これはちょっと強い。いい、だっていい入り方しちゃったもん。トップと同じぐらい飛んだけど、いい入り方しちゃったもん。いや、あの雰囲気は出てた。雰囲気出てた。うん、いや、うまい、これはいい、これ雰囲気出てる、雰囲気出てる、惜しい、最後だけ雰囲気出た。これ OK ですか。 OK だね。いやでもね、意外と近く行ったら遠いかも。そう、本当だ。入んないんだ。ナイス、 OK。 あ、言ってることは分かった。ん、バックスイングとかあれ、うん、感触良かった今。あ、分かった、感触良かった。なんか打った瞬間入ると思った。何、どうなってんですか。何しに来た、どうなってんですか。何がこの結果、何の話。分かんないんだけど、どうなってんですか。何の話、記憶すっぽりないみたいな。4時間ぐらい何の話ないのかな。ちょ、今起きたんだけど。なんか今起きたんだけど、何、何しに来たの。そうか、都合悪いから記憶から消されたんだ。朝、頭が痛い。いや、嘘です。朝本当ね、イエローがうんとかって言ってたよ。今、そうですね、4時間前ぐらいですね。顔色悪い、ここで見たら。顔色悪い。顔色悪い。あの、はい、なんか負けねえぞとか言っちゃってました。はい、すいませんでした。結果のスコアは何ぼですか。112です。イエローさん98だったからね。はい、すいませんでした。14だもん。なんかもう、ま、はい、そうですね、なんか巻き添え食らしたって、ノモティンさんもすいませんでした。完全にね、はい、巻き添え食らってからね、はい、まあ、ちょっとだからやっぱり 1ラウンド目でちょっと抜けると過信してました。完全でした。何も言えです。どうする、これから片山これ。いや、もうリベンジ企画でしょ、はい、リベンジさせてください。まずじゃあ何、はい、また同じオープニング撮らせてください。すいません、あの多分ね、すっかり足に合わせてると思うからね。ああ、そうだね。またあのオープニングが撮れると思うよ。確かに、ね、またかやるんで。そうそうそう、すいません、やらせてください。頼んだ。あれがすっかり忘れてるね、この悔しさ。リベンジ、はい、リベンジだね。お、はい、すいませんでした。じゃあリベンジ、リベンジ企画もね。リベンジは本当に、ね、また練習しないとね。打倒イエローさんでいいの。いや、まあ、はい、打倒イエローさんでお願いします。なんか練習しないでやるみたいなのがちょっとかっこいいと思ってました。ダメでした。それはね、ダメで。はい。どの口が言うことなんも言えないです。反論できないです。だからもうちょっとこれは今シーズンかけての企画になりそうだね、はい、そうですね。いや、はい、まあ、次ちょっととりあえずリベンジで、まあ近々あのやりたいと思って。110以下にはしよう、はい、そうですね、はい。僕はなんか一応アベレージなんぼって聞かれた時105ぐらいですって。持ってるの、持ってるの。112でした。すいません。じゃあ持っちゃいました。アベレージ110で、アベレージ110まず変更してもらって。変更、はい、アベレージ110ゴルファーで、そうだ、まあ、最弱は僕だったということ。最弱は僕でした、はい、まあ、僕が基準になりますんで、皆さん
あのゴルフ YouTuber やりたい方は112を基準に考えていただければと思います。112を超えると最弱になるんで。そうだね。じゃあ頑張って今シーズンかけて、はい、ダトイエローさんで頑張りましょう。はい、頑張ります、はい、あのとか言って次のラウンドで抜くから。あ、ま、マジでそうビッグマウスだけはだ。マジで抜くから。今日の原因アラスだから。俺アラスいたからみたいなとこあるからな。ビジネスもあるの。あああるあるある。じゃあ俺なしでラウンドもね、うん、ちょっとしてもらって、ね、アラスなしでちょっと息抜きでね、うん、アタヤンと2人とか本当にいいスコア出るのかな。多分ね俺も出ると思う。検証しようよ。なんでそんな俺がさ俺が強説ちょっと、ね、うん、ちょっとなんかあるからいけると思う、うん、邪魔すみたいなのがあるから邪魔す。いや、あのそうですね、頑張ります、はい、すいません、応援よろしくお願いします。じゃあこれからあのドラゴンは勝ったからね。お前ら覚えてるかわかんないけどドラゴンは勝ちましたから。皆さん、いや最後にあの一言お願いします。皆さん、チャンネル登録、高評価、師匠への応援コメントよろしくお願いいたします。うまっそういうとこも。先生でした。